BMW 女子選手権事前情報。昨年は米ツアー自身初のホールインワンを達成した BMW 女子選手権。だが、コースが違えばその印象は全然ない。笑。渋野日向子はそう言って笑うが、いい思い出が残っている国であることは間違いない。いい印象がある国なので楽しみです。今週は4日間アンダーを出せるように頑張りたい、と、アジアシリーズ2試合目を迎える。初戦の中国、上海では初日、2日目ともにオーバーとしたが、3日目からは連日、68をマーク。出遅れからトータル4アンダーの41位タイまで順位を上げて終えた。手応えがいいとは思わないけれど、なんとかアンダーにできたということを前向きに捉えています。最終日には7つのバーディを量産。大会終了後にはまず反省点が口をついたが、この2日間のゴルフは兆しになり得るかもしれない。火曜日に勝みなみと18ホールを回り、プロアマに入っていない水曜日はレンジでの練習のみとなった。昨年よりはコースは打ち上げ、打ち下ろしが緩やかであるものの、アップダウンも多いし、あまり変わらんかなと思います。グリーンも速いし、プラスでかい、同じホールで番手がどれくらい変わるだろう、と、中には縦幅が50ヤード以上もある、超広大グリーンを警戒する。グリーンはアンジュレーションに富んでいることもあり、ロングパットは残したくないところ。縦距離を合わせることが鍵の一つとなるが、今のところあまり風がない印象。アップダウンがある分平坦なところで打つことは少ないと思うけど、自分の体調も含めて計算していきたい、と、早くなりがちなリズムも意識しながらマネジメントに通していくつもりだ。最近はドライバーのキャリーが落ちていることも気になってはいるが、そこはうまく割り切るしかない。飛ぶ選手とは違うコースを回る感覚にもなってしまうけど、そこは仕方がないと。ここから終わりまでに飛距離を伸ばせるかというとすごい難しいので、無茶をせず、なんとかコツコツと最後まで突き進めたら、と話し、シーズン佳境に入っていく。ポイントランキングは来季シード権獲得のちょうどボーダーラインとなる80位につけているが、この韓国戦で一気に浮上したい。アジア4週間は予選落ちがないというところで、なるべく初日から攻めていきたいという思いもある。そこで稼いでおかないと、残り試合も少ないので頑張りたい。先週からは、アレスケはゴルフバッグについてるから、刺繍と、5番ウッドのヘッドカバーを愛犬、柵をモチーフにしたものにスイッチ、超かわいい、と新たな相棒も携えながら、初日から攻撃姿勢を貫いていきたい。原恵梨香がステージ2から出場するのはなぜ？米女子ツアー予選会の仕組みをおさらい。現地時間17日火曜日から、米国女子ツアーでは来季の出場権を争う予選会のステージ2が始まる。ここにいる188人の選手たちは、11月30日から12月5日にアラバマ州で行われる最終予選会 Q シリーズを目指して4日間を戦っていく。そこには日本勢も8人が参加する。出られるのは9月に行われたステージ1を勝ち抜いた選手に加え、8月15日時点の世界ランキングで400位以内に入っていたシードという形の選手も名を連ねる。そして原恵梨香もこの一人に当たる。現在の世界ランクが111位の原はステージ2からの参加になったが、当初の思惑は、一気に旧シリーズに出場できる、世界ランキング75位以内、今年は8月4日時点で、を目指していた。しかし腰痛の影響などもあり、それが叶わなかったため、フロリダの4日間で最終行きのチケットを目指すことを決意。ちなみにこのステージ2から最終に進む人数は、現地時間16日、月曜日の夜に行われる選手ミーティングにより決定する。昨年の結果を見ると、上位44位タイまでの50人が突破を決めており、今年もこの辺りがボーダーになることが予想される。原以外に、ステージ2から出場する日本勢は上原彩子とアマチュアの馬場咲希、代々木校3年。山口鈴夏、長野美依紀、谷田ゆりか、山地明、伊藤まりなは、ステージ1を勝ち上がってフロリダ行きを決めた。ステージ1、ステージ2の名称は、Q スクール、だが、それが最終になると前述したように、Q シリーズ、となる。
すでに日本ツアーを主戦場にしている中にも、その9シリーズへの挑戦を表明している選手はいる。現時点で判明しているのは西郷真央、吉田優利の2人、共に世界ランキング75位以内の条件を満たし、飛び級で最終からの出場が可能だ。昨年の勝みなみ、西村優菜、21年の渋野日向子、古江彩佳と同じルートでの米進出を狙うことになる。その9シリーズは今年から様変わり、昨年までは2週にわたり、計8ラウンドの結果で決まっていたが、それが6ラウンドに減少。選手の負担が小さくなる。その中で上位20位までに入ると、今年で言えば、カテゴリー14に入り、フルとまではいかないものの、序盤戦のほとんどの試合に出場することができる。また21位から45位は、カテゴリー15となり、ウェーティング枠からというケースも多くなるが、ツアー出場が叶う。いずれもカテゴリー内の順位が上であればあるほど、その分、優先的に出場権が得られる。ここで、序盤戦という言葉を使用したのは、9シリーズからツアー出場権を得た選手が1年間戦い切るためには、シーズン中のリシャッフル、今年は2度実施を突破する必要があるから。これはいわば優先順位の見直しで、ツアーで得たポイントをもとに新たにランク付けされ、出場数の加減に影響してくる。今年の勝、開幕時はカテゴリー14、西村、同15はそこをクリアし、シーズン中にシード選手と同様のカテゴリーに昇格している。最近では毎年のように日本選手が挑戦することで、その知名度もアップしている米国ツアーの予選会。まず今週は2つのコースが使用されるステージ2で8人の日本勢がどのような活躍を見せてくれるのか、そこに注目だ。